こんばんは。野球好きが集まる当店へようこそ。本日も素敵なお客様にお貸しいただきました。当店ではお酒を振る舞わせていただく代わりに野球のお話をお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。さあ早速ですが、今夜聞かせていただきたいお話ですけれども、新三本柱についてお話をお聞かせいただきたいなというふうに思います。お二人が今考えるこのジャイアンツにおいての令和の三本柱、まあ、これは期待の意味も込めてで構いませんので、ちょっとお話をお聞かせいただければなというふうに思うんですけれども、非常にすぐ無茶ぶりだよね。今一本しか見えないけどね。一本本はすごく浮かんでる、はい、でも今年に限っては高橋の4月の5勝はすごい ね、内容がいい、すごいですよね。すごい、うん、防御率も1点台でしたよ ね、あの5勝した時は 1.80 だったな、うん、1点台、そうですよね、すごい、イニングも立派やし、はい、だからやっぱその中でやっぱり菅野投手と、うん、その高橋投手と、うん、3本柱、戸郷でしょ、戸郷期待してるのは戸郷、ね、戸郷投手、戸郷投手と、うん、高橋投手と、うんうん、ともね、はい、菅野ね、菅野投手、まあ、菅野はでもだ、まあ、新しくないよね。そうなんですよね、うん、なんで、まあ、菅野そしたら4柱だ、すごいすごいです。今ね、まだ1軍では投げてないんだけど、うん、はい、僕去年、うん、解説の仕事で見た2軍のピッチャーがいて、はい、うん、井上って知ってます。あれ1試合しか見てないんだけど、はいはい、すごい球があるなと思った。うん、だから楽しみです。うん、あの楽しみだなと思って見てて、で今年、まあ、ちょっとファームでも投げてんだけど、うん、まあ、いいピッチングももちろんしてますけど、うん、まあ、ちょっとここのとこ、うん、やられたりもしてるんだけど、うん、まあでも将来的な楽しみだなと思ってんだけど、うん、2年目か3年目ぐらい、ま、2年目でしたよね、うん、2年目今年1軍ありますかっていう、チャンスはあると思いますよね。いや、まあ、今年先発陣なかなかみんな頑張ってるじゃないですか、はいはい、まあ、今村もね、はい、頑張ってるし、はい、だからなかなかこうチャンス的には少ないかもしれないけど、まあ、あと、どうですか、まあ、平内とか。ちょっと、楽しみですよね。平内って追い込んでからのフォークって大体、ボンだよね。素晴らしいボンだ。だそのカウントができるかどうかがもう課題だから、将来面白いと思う、平内もな。まあ、その戸郷投手、6位からの指名で、ドラフト下位でしょ、下位からっていうのが。意味があるよね。はい。戸郷のいい、ってこう腕の振りがどの球種投げる時も一緒、うん、っていうのがあのフォークも振るわけじゃないですか、うん、だからそういうの意味でも、うん、まっすぐも150キロ超えるもんね、うん、すごい。でも線は細いですよね。細いよね、細いだし、ちょっと投げ方も結構こう腕を大きく使うから、なんかこう故障しそうな投げ方ではあるんだよね、うん、あ肩がさ、ゲートに変えるじゃない、はいはい、あの肩の可動範囲が、普通の人より柔らかいんだと思う。そう、可動域が。可動域が。うん、あれ壊れないってことは、うん。本来はあんまり入りすぎない方がいいって言いますよね、後ろには。入ったら出にくいからね。はい、うん、そうだ、腕も長く見えますよね。見える、うん、あれっていうのは腕の振りが特徴あるから長く見えるんですかね。まあ、どうかな、まあでもそれはあるんじゃない、うん、でも、やっぱり、でも長く見えるってことは、ちょっとこう、体から離れやすいっていう見方があるよね。ううか、だからそうするとこう抜け玉が多くなる時があるじゃないですか。はい。はいはい、こっちこっちピュッとのがありますよね。その時はちょっとそういう時があるのかなと、気をつけなきゃいけないかなと思ってますけどね。でも本当に2年目からすぐ出て3年目今年もね、うん、頑張ってるっていうところを見ると、うん、まあ将来の柱候補ではあるよね。間違いないと思うよ。もちろんね。今年俺はもう上位に参照してほしいなと思ってないけどね。そういう続け考えたら畑っていうのもすごいよな。ああ、そうね。ポカが多いのよ、ポカが。もうね、いつももの、なんでこれ、まあ、ちょっともそういや、せいやのホームラン、ノーツーのスライダー、ど真ん中。あれもったいなかったですね。って私が言える立場じゃないけど。でもね、でもまっすぐも150キロある。
今最近気がガチだったんだけどね、でも持ってるポテンシャルはすごい、まっすぐカット、なあ、まあ、だから1年目入ってきた時からいきなりな、まあ、僕たちにコーチしてもらったから、はいはいはい、もう先発もしてもらったし抑えもしてもらった、ね、本当本当、あの子近い将来必ず彼もすぐ2桁だなっていう話してたの、うん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 、まあ、あとはまあちょっと体、まあ、故障がありだったから、はい、その無理遣いがちょっとできないっていうところがあるんだけど、うん、でもまあ彼だってまだまだこれからね、十分三本柱候補ではあるよね、おー、うん、ってことは今名前が上がったのは東郷投手、高橋投手、畠投手、うん、あ、まあね、井上もちょっと入れたいですね、でも一番、でも今、ステージが違うから2分ああ、まあまあそうですね。将来楽しみっていうだけなんか、うんうん。じゃあ今のこの令和3年の今5月の三本柱というならば、菅野を外してでしょ、外してです。だからもう畠、東郷、高橋じゃない、ああ、なるほど。そうだね、そうですね。もう、太ももがメジャーに行っちゃうならば、この3年ぐらいですよね。強い巨人軍はもうないね。うん、ね、そっか。このテーマでいう三本柱、うん、まあ僕も一応三本柱、そう、もうそうですよ、斎藤さんといえばもう桑田真希原斎藤の三本柱ですから、はい、でもその中でやっぱり僕が一番その、高校野球の時もまあ二人よりは無名だったし、うん、このスタートももう桑田も真希原さん もう最初からドーンって先発でガーって言ってましたよね、うんうん、はい、僕はまあその二人を追っかけてる立場ではあって、うん、だからやっぱりその二人には負けたくないっていう気持ちはもちろんあった。うん、だからそれはでも、あくまでワンマンって同じ土俵に上がるまでが、俺は時間がかかったから、はい、俺が一番遅かったからね、うん。だから同じ土俵に上がってからは、よし、この二人には負けないようにっていうようなのは、やっぱりもちろんあったよね。うんうん、だからこそ、まあ、三人ともいい成績を残せたのかなっていうのはありますよね。やっぱあの時代のこの三本柱っていうのはやっぱりキャッチャーとしてどうでしたか、見てて。いやみんなタフやったし、だってさ94年あの優勝して10対1で勝ったでしょ、はい、で、70勝巨人したのね、はい、ね、3人で40勝してんのよ。すごいですよね。3人でだ半分以上ですよね、うん、それであの130試合でしょ、はい、みんな大体200人を超えてくるし、はい、みんな中いつかガンガン掘ってくるわけやから、これだって大体関東だから、そうですよね、うん、ミスター関東のイメージですもん、私も斎藤さんは。だからね、あの94年よりも89年90年の時だったでしょ、89年の時、ジャイアンツの関東数は多分60いくつとか、うん、半分ぐらい関東ですよ、うんうんうん、で使ったその一軍にいたメンバーも12、3人、うん、要するにみんな休まなかった休まずに、うん、その少ない人数だけで一軍をやれちゃったってことなんだよね、うん、だからその頃のそれこそファームの選手とかっていうのは、はい、頑張ってもなかなか上がるチャンスがなかったっていう、そういうことですよね、そういうことにもなってるんだよね。担当されるってことはその分他の選手の出番のチャンスっていうのもなくなるわけですよね、うん、そうですね、うん、リリーフだって、まあ、そんなに投げるわけでもないし、はい、うん、で投げたらやっぱりいいピッチングするわけだから、うん、2軍に落とされることはまずないわけだよね。だから要するに固定メンバーみたいな感じであのずっと行ってたって、うん、でもその時はその選手だから分かんないんだけど、はい、後から見ると、はい、あ、1軍メンバーこんだけで1年間終わっちゃったのっていう年があったみたい、うん、この三本柱に、まあ、もちろんピッチャーとして、まあ、まあ勝てるとかそういうことももちろん大事だと思うんですけど、必要な要素っていう入るのにおいて必要な要素っていうのは何かあるんですか。あとね、俺思うけどいいピッチャーって言ったら勝ったピッチャーね、はい、まあ、斉藤がすごい、斉藤、まあ、松井もそう、牧もそう思うけど、うん、やっぱり力の入れ所を知ってるピッチャーと思う。だって実際130球全部がマックス無理やもん、はい、だから変な話、はい、みんな分かってるんやろうけども、それができるかどうかっていうところで、やっぱり各イニング先頭バッターね。はい。で、取った後のイニング全力。はい。で、それが、あの、分かってるってのも、それが実行できるかどうかや。彼らは実行したの。そうか。斉藤。一番分かってますよ、監督やってるんだから。いや、そんなことないです、そんなことないです。いや、もう。分かってるんだけど、再確認でさ。そうです、ね。よくピッチャーに言うと、見てみ、斉藤。
点取った後の先頭バッターめっちゃ速いで、うん、でもみんなそう思う。でそれしか投げ切れるかどうかの問題やけど、うん、これでツーアウト取ったら抜くのよ。いやそれええと思うの、うん、それができるメディアリーができるピッチャーがええピッチャーと思う、うん、やっぱ意識されてましたかそこは、うん、あの もちろん取った後のイニングとかっていうのはもちろんしてましたけど、はい、まあそのやっぱ打順とか、うん、まあゲームの流れですよね、うん、今ここを抜いたらガガッていかれるぞっていう時はやっぱり入れるようにはしますけど、うん、でもそれが全部が全部うまくいくわけじゃなくて、例えば初回からピンチの連続の日もあるわけじゃないですか、はい、そういう時っていうのはもう7回8回にギアは上がらない。ああ、もう最初にこう上げようと思っても上げられないっていう状況もありますし、うん、その辺がこういろいろの条件がついてくるよね、うんうん、それでもだからベンチは変えてあげるべきだったり、まあ、そういうことですね、うんうん、やっぱそれっていうのを経験して覚えていくものなんです。そういうことだと思います。そっか。でも今ね、ほらこんなこう、こんな格好してるから好きだって言えるけど、ユニオン見て現場にいた時にね、何が難しいって言ったらピッチャーの系統やからね。はい。それはね、もう、やっぱり、はい。監督もそうでしょ。はい。もう、ユニオン見てるから好きだって言ったけど、そら、例えば、まあ、あのバッテリー工事でもつけた時もそうやし、ヘッドもつけた時もそうやったけど、監督とかに、まさん、大丈夫しかった。大丈夫って言うときとか、行って、頼むで、俺大丈夫、楽しく来た、頼むで、お、よかったって思うときあれば、カーッやめろ、頼むすいませんって、そらね、あるもんね。もう本当です。私ももうなんか、ピッチャーじゃないの、野手上がりなので、もう本当に、もうわかんないです。正直。だからもう、引っ張ってダメージもらうんだったら、もう早め早めに私はもうやっちゃうタイプなんですけど、ね、難しいですね。難しいでも人絶対がないから、もう自分が思ってだったらいいのよ、はい、ありがとうございます。すごく身にしみる。自分がもう効果ないのにやったら一番、うん、絶対がないもんし、ないし、うん、難しい、ね、難しい、うん、もう勝ったのが正解なんですよね、結局。結果だから、はい、うん、頑張れ。はい、頑張ります。ということで、あの、はい、令和の新三本柱についてお話を伺いさせていただきました、はい、本日はどうもご来店ありがとうございました、はい、またのお越しをお待ちしております、はい。